やってます。あっぱれやってます。木曜日担当、城島茂です。ユーロです。鈴木拓です。鳥美幸です。日向坂46斉藤京子です。モデル同士ってバチバチしてるイメージあるじゃないですか。そんなことあります。鈴木美優です。何ですか。じゃあ何ですか。あ、やっぱそう。バカじゃん。私は言ってない。やっぱそうなんだ。違う違う違う。そのテンションでやめてください。そう、やっぱそうなんだ。いやいや、そんなことないですよ。やっぱそうなんだ。実際は実際でバチバチというか、うん、やっぱり自分にめちゃくちゃ自信があって、うんうん、っていう子はなんかいる。中にはいますね。みゆちゃんも自信あるもんね。自分に。みゆちゃん自信あるよね。いやいやいや、うん、自分に。あのよくそれでよくそれで自信あるなと思ったけど、なんか自信があるかないかというよりかはそれでじゃないよ。ひどい本当に。まあでも着替えると、その衣装に着替えるとやっぱスイッチ入るんでしょ。そうですね。なんかなんか自分が可愛いとかっていうよりかは、なんか可愛く見えたらいいな、お洋服が綺麗に見えたらいいなっていうのありますけど、なんか私は結構みんなで仲良くできたらいいなみたいなのがあるんですけど、やっぱ自分に自信がありすぎる子って、その、周りのことはどうでもいいとして、自分が一番みたいな子もいるんですよ。だからその協調性がないみたいなパターンもあります。バチバチしてる。結局バチバチだね。バチバチというか、なんか仲良くするの難しいなみたいなパターンもあります。おにぎり私一番に行きますって言ってたじゃん。それじゃん、自分が。協調性ですか、これ。協調性じゃん。私ですか、この話。私一番に行きたいっす。私一番ってずっと言ってたよ。それも協調性なんですか。でもなんか今そのネタで言ってね、キャッチフレーズネタで言ってますけど、うん、やっぱりどんな仕事のジャンルもバチバチしてる現場ってありますよね。あります、あります。そこはね、そんなあれやけど、はい、うん、そうですね。お笑いの世界なんかもうそれがないとダメでしょ。めちゃくちゃありました、バチバチ。あるある。ねえ、もうなんかディレクターとスタッフさんがもう喧嘩しちゃって、もうスタッフ総出で笑わないみたいな現場ありましたよ。それきついですね。地獄です。もう演者とまた仲悪いみたいのもありましたし、演者同士も仲悪いっていうのもありましたし、演者同士はね、最悪な番組もめちゃくちゃありました、ね、そう考えるとさ、最近みんな仲いいよね。仲いい、最近のテレビ。今もうみんな仲いいんですよ。大体昔コンビなんか仲悪い方がかっこよかったのに、そうそうそう、コンビ自体も仲いい方が、うん、今いいの時代になってきますかね。多分サンドイッチマンあたりが変えたんですかね。変わった。そこからですか。もっと前から言いました仲いいの。いや、もっと前はやっぱみんな仲悪いのかっこいい。ドランクさんは仲いいイメージありましたよ。でもそのサンドイッチマンより先ですよ。でもね、あんまり知られてない、うちら仲いいっつうの。それぞれお仕事されてるからなんですかね。そうそうそう。あと出るときに、いやこいつ困るんすよっていう会話から入るから、あ、仲悪いのかもっていうの思われてるから、うん、笑い会はね、はい、アイドル会なんでしょ。アイドル会ですか。でも私たち結構比較的仲いいですよ、日向坂は。まあ仲はね、はい、対やっぱその歌のなんかパフォーマンスの世界とか、アイドルのね、うん、人気商売じゃないですか、うん、言うてみれば、うん、例えば歌番組一緒になったりとかって、いろんなグループソロアーティストとかバンドとか一緒になるじゃないですか、はい、ああいう時ってどんな感じ。全然バチバチしてるとこ見たことないですね。仲良くしたりするの、そのプライベートでも。メンバーとですか。あ、違うグループ。ボカログループ、うん、アイドルグループと。どうなんだろう。私がもうコミュ障すぎて他とか全然行かないんですけど、ね、みんなはしてるかもですね。あ、そうなんだ。勝手になんかどうなんやろなって、うん、はい、思ったことはありましたけどね。うん、歌番組出て、はい、こうグループのあるグループがバーン売れてて、はい、でも徐々にこう違うジャンルのグループが出てきて、はいはいはい、あれってこれはみたいな、はい、どう思ってんのかなみたいな、はい、なんかあのロック系のバンドとかだったら喧嘩になりそうですけどね。そんなことないのかな。なさそう。なんか、ね、むしろ仲いいイメージありますけど、ね、久しぶりみたいな感じ。久しぶりみたいなことをやるの、その音楽番組とか一緒になったら他のグループと。いや、ないですね。てか、その友達がいないからでしょ。友達が欲しい、キョンさんじゃなくて他の人ですか。うん、でもあんまそういう絡み見ないですね。あ、でもその桜坂さんで森田ひかるちゃんって仲いい子がいるんですけど、うん、その子、その桜坂さんと仕事が一緒だけど時間が違うみたいな時はたまになんかこう楽屋越えて、うん、おーみたいなのはありますけど、それぐらいですね。
え、楽屋挨拶とかってさするの？しに行くの？ないです。なくなりましたよね。あのコロナで。うんうん。グループそれまではめっちゃ挨拶しましたけど、うん、ね、なんかさすんごい人数いる時あるよね。なんとかです、なんとかです。なんか聞く早口で 何か聞き取れないみたいな。誰が誰かみたいな。圧すごいですよね。うん。うんどうなんですか、渡辺エンターテインメントさんの中では、そう事務所の中でのバチバチってあるんですか。バチ、そらないですか。我が事務所でも比較的こう派閥が少ないというか、ないんじゃない。そんなに俺もなかったイメージですね。いわゆるなんと、なかったかな。え、事務所ってバチバチとかあるんですか。あった。あ、そうですか。事務所で何派何派内で何派何派があったんですか、人力は。昔はしっかりツッコミとボケの人がこう交わらないように、だからよく言われてたのは、あのアンジャッシュがうちはあの養成所のトップだったから、あの小島派か渡部派かみたいので分かれてて、でおぎやはぎが入ってきてそういうのがなくなった感じですね。すごい。アンジャッシュさんのが上なんですか。上です、上です。あのおぎやはうちの大木さんと同期ですから。そうなの。そうです。僕の1年先輩なんですよ、おぎやはぎっていうのは。でアンジャッシュはもう僕らより5年先輩なので。そんなに。アンジャッシュさんって相当上ですよ。そう、はい、そう、全然そういうイメージなかったですね、はい、若いイメージでね、若いイメージよね。先輩ですね。次が東京03の飯塚さんで、その後アンタッチャブルがまたその後輩で。あ、そうなんですか。はい、え、ドラキュさんは飯塚さんだけは。その時のあのもっとこう、あ、その下の後輩がユッティ。ユッティ。はい、でユッティは俺らの先輩ですから。俺らはその、マンブルゴッチ。マンブルゴッチ下なんです。だからマンブルゴッチっていうそのユッティと大木さんが多分同期です。ああそうなんですか。で、ね、で年齢が違うって感じなんですよ。はあはあ、同期ぐらいだけど、それぞれ年齢が。はい。ユッティは早かったもんね、年齢がね、始めたね。始めたの。マンブルゴッチさんがそんな感じでしたもんね。そう。なんか、イエーイみたいな。はい。そう。元祖オリラジみたいな雰囲気あったもんね。そうですね。はい。渋谷系みたいな。ね、ジェットキッズみたいな。ジェットキッズと違うだろ、ね。さあ、ちょっとここで、メールが届いてるということで、みゆちゃん持ってんの？はい、持ってます。はい、神奈川県ラジオネーム、平成山根合戦ポンポコさん。うん、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おきょんがキョコロヒーで、たくさんがラジオでめっちゃ優しい、たくさんと釣りに行きたいと言っていました。言った。おきょん、これは本心ですか。そこ本心か嘘か。いや本心でしょ、言ってんだから。めっちゃ本心、めっちゃ本心。本当に2人で、2人で行きたい。俺ね、すごい急にドキドキしちゃった。やめてくださいよ。いやいや、ありがたいです。もう出してくれて、うん、名前を。確かに普通にヒコロヒーさんと食事に行った時もたくさんの話しました。たくさんめっちゃ面白いよねみたいな話をしました。釣り行けば？ね、うん、あ、よかったよかった。連れてってください。あの袋の時はこんな感じのおきょんさんじゃなかったからよかったか。確かになんかたくさんにはお父さんみたいな感じで心開いてる感じありますよね。そうですね。袋、さんとはそれは大違い。ねえ、うん、はい、釣りか、はい、行ってきてくださいよ本当に。ねえ、あ、でも冬って行かないの？あんまり冬はあんま釣れないかな。へえ、寒くなると。何、いつぐらい？2月と8月はやっぱ釣れなくなるんですよ。なるほどね。真夏もダメ。暑いからね。真夏もで、春ぐらいからまたダーッと釣れ始める。へえ、でも経験はあるの？お経は釣りは小さい頃にやったことがあるぐらいで全然なくて、だからそもそもその釣りに行きたいって話じゃなくて、なんかナダルさんと釣りに行って来てもらっていいですかみたいな、ロケやってくださいみたいなこと言われて、あ、ナダルさんとは行きたくないですみたいな話になって、でもタクさんはそういえば釣り好きですよねみたいな話を私がして、あ、確かに、え、タクさんとなら行きたいねってヒコロヒーさんが言って、え、私もタクさんとなら行きたいってなってんですよ。だからナダル兄貴の話じゃない。そうだ、まだマシみたいな。流れね。じゃあマシっていうか、まだナダルさんと釣りは無理だけど、たくさんだったら行きたい、たくさんだったら釣りの企画やりましょうよみたいな話になって。あ、そういうことですか。ナダル兄貴の話だったのね。そうだ、マシの類でした。そうだ。なんだ、ただマシの類じゃない。本当に本当に。じゃあお今日も連れていくとしたらどういうシチュエーションで、何時頃集合で、何釣りとか。そうですね、やっぱりいろいろ忙しいでしょうから、大体朝の3時半ぐらいに漁港に集まってもらって、現地集合、漁港集合、漁港で
三段、うん、はい、今なら太刀魚っていう、どの辺よ、場所、漁港、静岡ですね、遠いね、現地。でも飛行機使わないところがいいみたいな話をしたんですよ、うんうん、静岡だったら行けますね、うん、そう、すごい、ね、でもちょっと待って意欲たっぷりだよ、ガソリン代とパーキング代どうすんの、うん、どうすんのどうすんの、まあ、おきょんさんが、はい、払いますよって言ったら別に大丈夫だから、うんうんうん、言わないとちょっと難しい、言わないとちょっとはバックに足乗せられちゃうから、バックに足乗せられちゃうからでお菓子は絶対食べない、食べない、飲食禁止、あと何でしたっけ、あと寝ちゃダメでしょ、寝ちゃダメ、あとは靴は脱いでもらうでしょ、いつから突然になったんだよ、扉バーンって閉めちゃダメって、そうそう、優しくね、扉バーンってやったらおきょんさんのバックのファスナーをギャーッて、すごいバックで例えられるんですよ、車で、まあ太刀魚を釣れました、はい、どうしましょう、そうですね、そしたらもう現地でそれぞれ解散現地解散釣れたら一緒に食べるでしょ、現地解散、うん、食べないの、もうせめて東京までは連れてってほしいな、いや食べるのは、うん、自分でさばいてもらって、それはもうさばくのはもう教えてあげるから、ああでも現地解散で釣った人ってのはやっぱりじゃあその場で食べないってことだよね、うん、その場ではその場で食うのよく言うじゃないですか、あれもう全然うまくないです、そうなの、絶対寝かした方がうまいです、刺身の場合は、そうなんだ、焼く場合はその場で、うん、焼いて食ってもいいですけど、はい、刺身は翌日の方がいい、刺身は 2,3 日置いた方がいいです、そんなに最低でも下手したら1週間ぐらい。腐んないんだ。腐んない。そっからもうそれだったらアミノ酸が出て甘くて美味しい刺身。じゃあよくはさ、今日取れた魚です、新鮮ですって出てくるお刺身。嘘嘘、あんなの嘘嘘。絶対時間をかけた。イカとかは違うんですよ、イカとかタコ、まあね。はい。でも魚の場合はもう置いて何日後かに刺身にした方が絶対うまいです。まああとは新鮮な食感。食感を楽しむかですね、はい、そうですね、コリコリなものによってね、そうか、はい、釣ったばっかり、じゃあ基本的に釣ったら解散ね、釣ったらもう解散、なんかさ釣った人だけの特権みたいな肝なんだっけ、肝醤油、肝醤油だけはもう絶対やった方がいいと思います、あれは何の魚、あれはねカワハギとか、カワハギです、あれ美味しいっていう、カワハギ、他の魚でも大丈夫なやつは大丈夫だから、でも基本カワハギかな、はい、気持ち悪い、あでも3時半集合だとまだ寒いだろうからね、ちょっと、はい、飲み物ホットレモン持ってっていいですよね、自販機で買って、そうですね、それはだから言ってくれれば、うん、お金出しますって言ってくれれば、うん、ホットレモン代も出しますホットレモンを車内で、はい、あって手が滑って、はい、シート川張りのシートこぼしちゃいました、はい、ベトベトしちゃって、あ全然いいよって言って今度バックの上でホットレモンなんでバックなの、何やり返すんだよ、何やり返すんだよいいじゃん、拭けるじゃん、川なんだから、うん、いやまあそうだけどやっぱりこれも大切な、分かってもらいたいから、うん、ね、だからおきょんさんには分かってもらいたいから、教育なのこれ、そもそもこぼさないですけどそもそもでも太刀魚をさ、はい、おきょん持って帰ってさ、はい、どうすんの確かに大変だよな、さばくの太刀魚は難しいですね、ちょっと細いし、分かんないな、本当に、ね、釣りということを楽しむぐらいしかできないですよ ね、 そうね、あなかなか、じゃあキャッチ&リリースでいいんじゃないの、ああそれでいい、まあまあまあキャッチ&リリースでもいいですけどもね、船なんで、いや船酔いは大丈夫、あ船酔いダメです、あじゃあちょっとあれだな、俺らが船で釣り行ってくるから待っててもらって、はい、彼女じゃん彼女帰ってきて、そんで現地解散で最低、船酔いね、始まってるねって見守り人大変だな、楽しそうだけどな、ね、いや楽しいですよ釣りは ね、 ね、はい、3時半ね、まあ、はい、そのぐらいの時間ですよね、3時半がジックすぎるな、だいたい早い、早いというか遅い、前日に行っとかないといけないわけでしょ、静岡には前乗り、そうね、前乗り、仕事は前乗りでしょ、はい、前乗り、前乗りで現地集合ですから、うん、ロケじゃん、ロケじゃん、ロケしんど、だいぶきつめのロケ、そうそう2人で話してるとこが想像つかないんです、その釣りしながら、釣りしながら2人でだって何話すんですかみたいな、なんだろうね、でもたくさんはそんなに話尽きないですよ、うん、そうね、なんかゲームの話をしたりとか、たくさんはマジでずっとできますよね、うん、できるタイプ、うん、じゃあ行けば、じゃあそうですね、うん、だから大木ちゃんだったらどうですか、大木さんだって俺がそもそも釣り
釣りもやんないから俺も無言よ、はいはい、どうしたらいいかな。どうやんの、どうやんの、ずっとどうやんの、ずっとどうやんの、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 釣り竿持ってないんだけどつって。あ、そうだ、釣り竿は貸してくれるんですか。釣り竿はもう全然もうそれは無料で。無料、はい、無料貸してくださいって言われれば無料で。言わなかったらどうすんの。え、言わなかった、言わなかったら今度勝手にバッグを借りますんで。もう自分が汚したバッグを。勝手に人のバッグ持ってどうなるの。なんでバッグなの。なんだこれ。でもタクさん、じゃあ釣りやるってことは持って帰ってやっぱ家でさばくんですか。さばきます、さばきます、すごい、すんごい嫌がられますけど、家中がやっぱり生臭くなる。そうか、奥さんじゃなくてね、はい、あ、自分でね、もう責任でね、はい、すごい、ね、ああいうの見たことありますか。兄貴、アニサキス、アニサキスって見、うん、いるんですか本当に。いるいるいる、うん、普通にいる。あのスーパー の、うん、あの鮮魚売り場のところでも普通にいるよ。生きてるんですか、はい、よく見るとあの水みたいなところに透明なのがゆっくり動いてる。それ危ないんでしょ。それは危ないけど、いやもうすごい弱いから、うん、包丁で切ったりとかしたらもうすぐ死んじゃうし。え、本当？そうですよ。だからほらイカそうめんなんて細いでしょ、うん、あれはアニサキスを殺すために細く切ってんの。あ、そうなんだ。そう、イカなんか結構いるんですよ。ね、じゃあよく噛めば平気ってこと、ね、いや噛んでもね知らないんだって、うん、いやそうそう、よく噛んだらってね言う人言いますけどね、はい、ダメだって言いますね。あれもう全然知らないの、うん、包丁じゃないとダメ、包丁でスパッと切らないとダメ、だからイカそうめんとかあんなに細く、今なんか電流流してなんかっていうね、ニュースやってましたよね、うん、ブラックライト当ててなんやとか。ああ、そうなんですね、電流流してバシンってとか、うん、いう、なんか焼いてもダメ、ことね、焼いたらすぐ、焼いたらすぐ死にます、はい、そう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 、だからサバとかああいうのでも全部焼いて、一匹でも食べちゃったらもうアウトですか。うん、アウト、アウトなんだ。うわ怖いな。でも稀に気づかないでそのまんま、そのずっと寄生するわけじゃないのよ。そのままあのトイレに流れちゃう時もあるから、結構食ってる人はいるかもしれない。そうなんだ。で食ってこの胃酸がきついから穴開けて逃げたりすると激痛なの、うん、なるほどね、食らいついてね、はい、はい、だからそこは結構食ってる人多いと思うよ。鮭とかにもついてるし。でも生魚食べないんで私、そもそも。そっかそっか、なんであいつ聞いたんだ。生卵ですね。生卵だけです、生で食べるのは。なんであいつ聞いたんだよ。ね、はい、さあそれではじゃあここで、曲参りましょう。おきょん、曲紹介よろしくお願いします。はい、それでは聞いてください。ひらがな欅坂46で居心地悪く大人になった。日向坂46斉藤京子です。 AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。好き。さあここからはリスナーさんからいただいたメールを紹介してまいります。各コーナーで紹介されたメールを送っていただいた方の中からよりもくえカードを。リーダーどうしたんですか。リーダーいやどうしたんですか。これよりもくえ毎回言いながらもうあんまり出ないなと一瞬思っちゃって、はい、プレゼントしますカードね。そうですね、何枚ね、カードプレゼントしますんで、はい、はい、参りましょう。はい、和歌山市ラジオネーム寒さ10倍さんからです。はい、やるもくの皆さん、こんばんもくべ。こんばんもくべ。お、今日みゆちゃんにお聞きしたいのですが、今時の若い子は手編みのマフラーやセーターを好きな人にプレゼントするという風習は今でもあるのでしょうか。僕が学生時代は彼氏ができたり、バレンタインデーの前には電車の中で毛糸を編んでいる女の子に遭遇しましたが、最近は全く見かけません。男子をワクワクさせた手編み文化は今時はもうなくなってしまったんでしょうか。どうなんだろう。ワクワクさせた。ワクワクさせた。手編みやったことないな、もちろんだけど。周りは？ないですよね。周りもない。でもやってですね。やってあげたいみたいな、やってプレゼントしたいみたいなのあります。でもできないから。周りはプレゼントしたんだとかしようと思ってるんだって話も聞かない。聞いたことない。聞いたことない。人生で聞いたことないです。ないんだじゃあ。ちょっともう手編みキモいと思ってるでしょ。憧れなんですけど。あれですか。あれ、みゆちゃんは違うっぽい。みゆちゃん違うっぽい。いや、なんか私はやってみたいんですけど、うん、もらった側が逆に。あ、確かに。重たいって思うんじゃないかなっていう。ね、思われそうですね。彼女とか、奥さんやったら。まあ確かにね。彼女ならいいよね。うん、嬉しいんですか。告白で手紙もらっちゃうのなかなか重いよ。重いよ。確かに。重い。好きでもなんでもなかったらもう呪いでしかないじゃん。そういうことあるよ。難しいよね、そこは。呪いだね。学生だったら使ってないなみたいになりますもんね。だから、OK ならいいですけど、はい、あ、ごめんね。
彼女いるんだとか、いや別に好きな人いるんだって、まあ、言わなくてもね、はい、いろんな理由でごめんなさいってなった時にもらったらいいけどこれどうしようっていう気持ちになるってことですかね。なかなか捨てられないしね。だから昔のドラマとか漫画ってその振られた女の子が手編みのマフラーをほどいてるシーンとかあったじゃないですか、あった、ないもんねそんなシーン、ね、ないね、絶対ないもん、え実際本当に今、うん、彼女や奥さんにもらって嬉しいって心から思いますか。ああ奥さんとか彼女だと嬉しいでしょ、うん、下手でも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 、なんかその気持ちが嬉しいじゃない、ね、大変だろうなと分かるし、ね、なんかちょっとそこは臆病になっちゃう人が多いのかなって思いますけど、自分が器用だったらやってみたいのにって思います。できない。じゃあ逆にそう男子からもらうのはどう、手編みの手袋とかマフラー。考えたことなかった。今結構男子もやってる人多いらしいから。そういうの編み物。いやでも嬉しいは嬉しいですよね。手作りって思います。なんか手作りして思ってくれたんだなって。今みゆちゃんね、おきょんが、あ嬉しいですよねって言ったから、みゆちゃんは合わせて確かに確かに。俺絶対そうだと思う。やだ俺。みゆちゃん絶対自分の好感度のこと考えて。だってその前に大木さんが言った瞬間にえってみゆちゃん言ったんですよ。いやなんか聞いたことなくて、うん、もらったら多分まずびっくりしちゃう。引いちゃう。引くでしょ。引きはしないで。自分は正直。いやでも引くでしょ。いや正直引くとかじゃなくて、うん、びっくりする以上でも以下でもないかもです。いやだって以上でも以下でもない。一番それがきついよ。でも幽霊みたいなのと同じだじゃん。びっくりした。びっくりした。同じだよそれ。止まっちゃいました。それ以上以下でもない。一番きついわ。心霊現象だもん。手紙どころもらうの心霊現象。いやなんかそのバレンタインかな、わかんないんですけど、なんか最近そのお菓子作りが好きな男の子とかも多いらしくて、その手作りのお菓子をなんか男の子からもらったんだよねっていうのを、それこそかあのかそうね、分かりやすく言ったらそのバレンタインデーに、はい、あの手作りのケーキかなんかチョコか分かんないですけど、ホワイトデーとかみたいな、結構心霊現象みたいに話す友達がいて、うん、でもおぞましかったんだ。そうか、結構そのそうなんだ、女の子たちもみたいな、男の子があって作ってくれちゃったんだみたいな感じの光景を見たことがあるんで、怖い思いみたいな。怖い思いか、男の子がね、付き合ってない方だった。ほら、じゃあ一緒だね、男女ともに。そこはそういう感覚じゃない。付き合ってる方だったらまた違うかもしれないですけど、気をつけよう、みんな手編みはね。ラジオ聞いてる皆さん。いや、でも手編み文化がもう全然だから。終わり。ないですね。だって周りカップルおったやろ。うん、います、います。あの友達が付き合ってるよとか聞きますけど、ね、うん、別に編み物とか聞かないですよね、うん、やっぱなんかお金で全部解決しちゃう。でもそうじゃない、ブランドのマフラーとかしたいんじゃない。ああそうか、手編みより、うん、ミシンなんか、ミシンも持ってる人少ないか今は。そうですね、ミシンも持ってないんじゃないですか、ね、結構なんかその彼氏いますみたいな子とかはインスタとか見てると、そのホテルとか飾り付けしていかにいいブランドの紙袋を置くかみたいな。ああ、ロエベ。悲しいね。手作りじゃないんだ。手作りじゃなく、もう、あ、すごい、こんなブランドあげたんだ、みたいなこと見ること多いですよ。やっぱ金だ。あの、お前、前に手作りで、クッキーかなんか、皆さんに配ってなかったですよ。え、いやいやいや、配ってないです。配ったことないです、人生。それ、みゆちゃんじゃない？違う。私じゃないです。私、マジで作れないので。ちょっとリーダー誰ですかそれ。誰？どの女と間違えたんですか。リーダー。どの女ですか。違うわ、あのなんか常連の話。放送誌かなんかオリジナルでやったんでしたっけ。放送誌ですか。うん、なんかわかんないけど。やってないですよ。もう一回はっきり私じゃないって言った方がいいよ、これはもうリーダーに。どのバーの話なの。川北真由子じゃん。ああ全然違う。間違えられて。全然違う。相当前の話。すいません。すっごいあのはい。そうだ。手柄にもできたのに。身覚えになって。NBS の帯のその帯というかそのレギュラーでやった時に川北麻衣子ちゃんがそういう風にやって持ってきたっていう。間違えない。何年前なんですか。相当前。相当前。違うんでしょ、じゃあ。あまりにも記憶にないことすぎて。てか放送紙も手作りですか、その子は。フィルムになんかこう、フィルムの、なんていうんですか。すごいんだけど。放送紙作ったの。放送紙、紙じゃないんだ、あれは。すごくないなんだったんだろう。へぇ
はい、じゃあ続いていきます。尼崎市ラジオネーム翔太のパパさん、ヤルモクの皆さん、ヤルモクべ、ヤルモクべ、今間もなく2歳になる息子がいます。翔太でしょ。翔太です。子供ができてからこれまで気にならなかったことがいろいろと気になり始めました。その中気づかされたことは、いろいろな説明書に、お子様の手の届かないところに保管してくださいと書かれた商品の多いこと、薬は当然ちょっとした小物にも書いてあったりします、それを言い出すとキリがないものが、家の中には転がっていませんか。やるもくのパパさんメンバーのおじさんは、子供ができて改めて気づかされたことはありませんか。改めて気づいたこと、子供が、お子さんがいらっしゃると、そういう調味料とかをすげーく上に上げるんですか。届かない。あと包丁とかって、キッチンの扉開けると包丁差しみたいに扉のとこついてたりするんですか、下の、はいはい、ああいうのって怖いですよ ね、 そうですね、ロックかけたりとか。確かに、あれ入ってこれるようにしてるんですか。あ、昔は、あの、入れない。柵立ててたね。柵立ててた。柵立ててた。入れないようにね。そういうのがあるのか。あとはまあ、うちは戸建てじゃないけど、戸建てだったら階段のとこ、やっぱ柵とかね、皆さん、はい、落ちないように立ててました、うちも。本当ですか。出ていかないように。ね、はい、何が危ないんですか。もうね、地面に置いてあるホコリとかの何でも食うから。食うの。そう、もう信じらんないのよ。もうなん飯もろくに食えないし、こっち側は子供を全部世話しなきゃいけないから。そうそう、ご飯はもうとにかくどっちか先ですよね。はい、で先に奥さんに食わして、その間俺が食わして、奥さん食い終わったら今度交代して、今度こっち食うとか。そんなにもう1秒たりとも目離せないんですね。離せないよ、もうとんでもないことするんだから。私この間甥っ子を、甥っ子の家で甥っ子と私で面倒見てたんですよ。私が甥っ子を、逆、あ、私が甥っ子を面倒見てた時にちょっとベランダ行ってちょっと閉めたら鍵閉められちゃったんですよ、内側から。でもう大事だよ、超怖くて開けられないじゃんって、そう、すごいパニックになって、ああいう鍵閉めると開けるか、できるんですね、子供って。そう。ねえ。ね、全部やる、本当に。意外と見てるんですね。怖い。だからベランダに、こう、踏み台になるようなものってちょっと怖いですよね。怖いですね。出ちゃうかも。まあね、はい、事故がね、ありますから。室外機とか登っちゃうからね。俺は、子供連れて、例えばトイレ入るでしょ、お子さんと一緒に入れる多目的なやつ。で、あのトイレに入ると、はい、要は車椅子の方とかもご利用されるから、鍵が下にあるのよ。鍵が下、そうですね、めっちゃちゃんと。で俺はトイレをしてるわけですよ、俺がしたくなっちゃったそしたら子供がバーッつってガッつってバーッて開けちゃって、俺もう台したまま丸見え。嫌なの。そうだから本当はちゃんと横についてんのよ、こう子供を座らせるような、座らせときゃよかったのに、なんか遊ばしちゃったのそしたらもうそのままガチャって言って、俺もそのまま丸めよう、ほんでまたバーッてやって、ほらやめろって言うけど、俺もまだ出してる最中です、またバーッて閉めて、でなんかその反応が面白かったからガーッてやめろ繰り返すよね、子供が遊ばれてますね。子供ってなんか嫌がった時、はい、顔引っかいて、なんつうか、バーッて引っかいてやるとか、はい、抵抗するのに、はい、思わずね、反射的に、はい、噛みついたりとかってするじゃないですか。はい、この渋谷の、なんか、はい、なんつうか、なんとかスクエアビルっていうのかな、新しいのできたかな、あそこでみんなで行って、家族で、はい、なんか、はい、うちの奥さんが服見てる間、はい、なんか座るとこあったんで、はい、子供抱いて、はい、ちょっと今着替えてるから、はい、試着室いるから、はい、おとなしく座ってなって言って、はい、わーわー何かなって言って、はい、まあ静かにしないとって言ってたら、はい、こう嫌がって、わーって言って、こっち振り向いたんですよ。はい、で僕は座ってて、ちょうど股間の位置ぐらいに子供の頭があったんですよ。はい、もうこっち座んなさい、わーって嫌がって、ガブって噛んだんですよ。うわ、はい、反射的に。はい、でちょうどいい部分を噛み上がってうわーっつって僕スクランブルスクエアで外国人かって思うぐらい何かって外国の方も結構インバウンドでいらっしゃるじゃないですか。でもそれ目に入ってたんですよね、はい、金髪の外国人がうわーっつってみんな振り向いて子供もびっくりしてああっつってお前ら反射的に噛んだけどみたいなびっ
くりしました。噛んだことあるの？なるね。いや、痛いっていうか、そこまで痛くはないよ。あ、痛くない。びっくり。うん、いや、ほんとに。たまにだからそういう光景見ますよね。うん、出先行くと。時々、痛い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 って言ってるお父さんとか見かけるもん。それみんな噛まれてるんですか？あと子供が無意識に殴っちゃったとかね。ゴリゴリ殴る。よくある、よくあるんですね。あ、でも、大木さんとかはそんなないですか？一応、まあ女子なんでね。ね。ああ。そんな、やんちゃシーンはあんまなかったんですけど、ね、女子は、うん、その代わりもうやっぱ早いですよ、あの感覚がもう、あ、そうですよね、女の子ってね、もう、うん、今小2かな今、うん、小2だけど俺49歳でしょ、はい、で49歳だよねって言ったら、そうだよって言ったら、49歳ってもうキスできないでしょって言ってきた。すごいかって。どういうか。なんつったたぶん俺それに対して。できるよできるよできるよって。もう、謎の反抗よ。できるよ大人げな。情けなかったね。おませさんよ、女子は。いや、おませさんですね。おませさん。きっと女子さんにもそうだったはず。そうだよ。小学校の時、きっと。小1ぐらいの時に、行ってらっしゃいんで、絶対キスをしなきゃいけないってルールだったんですよ。ことで。なんかキスがしたくなくて、リビングから「いってらっしゃい!」って言ってました。そうなってくるよね、女子はね、徐々にちょっとずつ、ね、そう、はい、今はだから今帰ったらお父さんキスしてあげよう。絶対無理です。この大人になってから無理でしょ。絶対無理です。やじゃそんなのしてあげようよ。いろいろちょっとなんか嫌だよね。はい、親子のハグも嫌だもん。ハグかハグかけ、あれです、ハイタッチとかは大丈夫です。ハイタッチすることなくね。いや別にお父さんファンじゃないからさ。ハイタッチならいいよって。なんでそんなになっちゃったの。ハグしちゃダメだけど、ハイタッチならみたいな。寂しいこと言わないで。洗濯も一緒に洗うの嫌だって言ってからかじゃない？言ってからじゃない？今はもう逆に大丈夫なんですけど、うん、本当に小学生の高学年とかはもう、うん、お母さんにこっそり言ってました。パパが傷つくって思って、パパには聞こえないように、ちょっとパパのパンツとだけ一緒にやろう。だってさ、洗濯物ってさ、洗濯しちゃうから一緒じゃん。何が嫌なの？私は嫌だったことないよ。なんかお父さんのそのパンツは、その、当たってるじゃないですか。なんかそれが自分の衣服につくっていうのが。お父さんのワオがね。ワオがね。いや、それってさ、もうだって同じ湯船に使ってるわけじゃん。そうそうそう。自分の違いと一緒じゃない。いや、それも、お父さんが、入った後私入らなかった。ええー、大嫌いだよね。大好きだったんですよ。ひどい。でもめちゃくちゃ仲良くて、大好きだったんだよね。でもね、だから自分でもちょっと信じられなくて、でも自分でも分かんないぐらい好きなのに、なんでハイタッチしかできないの。なんでよ、今もハイタッチしかできないって言ってたじゃん。いや、しようと思えばできますけど、しようと思えば。途中でキスしてあげようよ。途中でお父さんが給料袋に見えてきたんですよね。お金さえ持ってきてくれないと。そこまでではない。いや、そうなっちゃうのかな、女の子って。やっぱりいや、なりますよ。特に大木さんのところはなんで得意やんの。いや、寂しいな、寂しいな、それは。ゆるもこめカードくれるでしょ。カードくれた。おー、珍しい。西宮市のラジオネーム、おじちゃん本舗さんです。やるもくの皆さん、よりもくべ。よりもくべ。皆さんは格好をつけようとしてやらかしてしまったことはありませんか？僕は大学生の頃、彼女と初デートの時にゲームセンターに行った時にやらかしてしまいました。彼女の前でゲームセンターのパンチングマシンにチャレンジしました。高校時代柔道部だったので力には自信があり、彼女にいいところを見せようと全力でパンチしました。その時に拳に走った激痛、指を骨折してしまい、その場にうずくまり、彼女と一緒に病院へ。当時の僕はそんな出来事を笑い話にする余裕もなく、無言のまま駅まで歩いて、その日は彼女と別れました。彼女と続かなかったのは言うまでもありません。青春時代の苦い思い出です。それは苦い、確かに。かっこつけようとしてやらかしちゃったことないかいって言ってるよ。かっこ悪い経験しちゃうと、やっぱ別れなきゃいけないのかね、それ。そうですね。寂しいね。はい。だからその後、気まずい雰囲気が嫌だったんですよ、多分。おたけさん。私なんかその、おちゃらけられる男性だったら、やっちゃったやっちゃったって言ってくれたら、こっちも、ね、なんか対応しやすいですけど、やっちゃったって感じが出ると、こっちも気まずいですよね。なんかさ、かっこ悪い人のかっこ悪いって許せるけどさ、かっこいい人のさ、かっこ悪いって許せなくなんない？ないというか、なんか恥ずかしくなっちゃう。
ちゃうね、恥ずかしくなってかわいそうってなっちゃう、なんか気まずい感じになっちゃいますよね、だからタクさんが例えば、うん、うわやっちゃったとか言っても、うん、もうかわいいな、誰がかっこ悪いだよ、あ、そういう、誰がかっこ悪いだよ、そういうことか、そういうことなるか、そういうことですね、すいませんねえ、あのだからかっこつけようと思って、うん、僕も家族でキャンプ行くっつって、うん、テントを新しいの買ったんです、いいね、で俺それ説明書も見ないで大体こんなもんだろうと思って、うん、やってしたらやっぱ全然立たないんですよ、ね、テントが、あ、立たない、テントが立たない、もうちゃんとないです、ね、いやいや、もう話が変わってくるからリーダー、違う違う違う、リーダーテントの話、リーダー、そうしたらやっぱだんだんこうイライラしてくるんですよ、うん、でもうカッコつけようと思ってバーッと やるんですけど立たないんです、立たない、そのうちだんだんイライラしてきて、うん、長男とかに当たり始めてくるんですよ、はい、前それ違うっつってんだろお前がよ、これやつ、説明書読んでよ、もう長男その時いくつでした、長男まだ小6ぐらいです、かわいそう、いやー小学生に、はい、ものすごい空気悪くなっちゃって、うん、その時本当に子供たちは泣き叫ぶし、うん、もうやだっつって、もうやだキャンプなのに、せっかくのキャンプ、楽しい気持ちでやれお前はっつって俺も怒っちゃって、嫌な怒り方、これはものすごいうちの奥さんがあんたああいうの本当に気をつけなっつって見ないで作り上げたらかっこいいなんですか、いや、まあ、自分の中でもう買ってああいう時は段取りよくやるのがやっぱキャンプとかってもう醍醐味なのよ、かっこいいの一番、ましてや父親はね、父親だからね、あ俺がやるみたいなさっつって全然できなかったからダサいいや、待ってのお前っつって今日とかでもなんか僕かっこ悪いな、かっこ悪いって言ったら変だけど、はい、なんか子供風呂入れてて、はい、ね、あのバスボム、はい、っていうんですか、はい、バスボール、はいはい、あるじゃないですか、はい、あのポケモンの なんかあって、はい、それハマってて、はい、で後ろにキャラが書いてるんですよ、はい、こういうキャラが、はい、あの溶けると中にカプセル入ってて、はい、出てくるんですね、はい、で5種類ぐらいあって、うん、これなんて書いてんの？ん？って、ちっちゃいなあ、じ。ちょっと待って。老眼が。老眼が。リーダー。パパ老眼。パパ老眼だって。これなんか字を書いてるのは認識してるんですよ。字が書いてる。なんて読むの？それは。ん？ちょっと待てよ。情けないだと思う。ちょっと恥ずかしい。そういうのないですか？ありがとうございます。ね、あの子供になんか、父ちゃんクイズを出されるんです、イケシャーシャーと、うんうんうん、でなんかそれが数学とか算数のこの問題だったりすると、うん、一応解けなきゃダメじゃないですか、うん、全く分かんないんです、うん、で向こうがその問題をこうでバーって言ってずーっと考えて分かんないからどうしようかなと思って、はい時間切れブブーみたいなのやって、向こうが答え言われた瞬間大体把握するじゃないですか、はい、バババババって、はい、そしたらお前なそれは違うぞって言って、はい、ギリギリの違うやつのなんとなく問題をすり替えて向きになってすっげえ怒ります大人げな我が子を論破しようとするあ面白い難しいねそういうポジションがあるとね、はい、なかなかカッコつけなきゃいけないときはね、カッコつかないですね、やっぱ尊敬されてたいですもんね、いや尊敬されたいよ、うん、本当にさんは、ね、すごいバカにしてくるし、俺ちょ10代の時にね彼女とディズニーランド行って、うん、俺張り切って、うん、クマのプーさんの T シャツ着てたのね、はい、ディズニーランドだからかわいい、そしたら並んでる時に、はい、周りはまあ知らないカップルじゃない、はい、あるいは男のグループ女子だけのグループとか、はい、がパッとなんか俺を見てね、おい、あいつ、ディズニーランドだからっつって、プーさん来てきてるよ、マジかよっつって、はい、5、6人の男子がずっと笑ってたの、はい。で、俺もそれ聞こえてるけど、聞こえないふりしてたんだけど、はい、彼女もそれ聞こえてるじゃん、はい。でも彼女はそのこと触れてこないのよ。はい、言われてるよ、あんたとかさ、はい。そういうのもないから、俺も何も言えなくなっちゃって、はい、俺もそっから記憶がない。記憶ない。それかわいそう。でも、やべえ、俺ディズニーランドやったらみんなそんな来てません？みんな来てますよ、むしろ。その当時あんまり、次から来ていくっていう人がちょっと、ね、まだ少なかったね。そうですね。今はそれグッズとかでありますし ねなってますけど、当時は本当にそうですね。確かに昔はそういうの恥ずかしいっていう時代でしたもんね。本当にダサいカップルの男がいるっていう感じの、なるほど、ね、待ってる間にそういう扱いになっちゃった。めちゃくちゃかわいそう。そういうのは女の子ぐらい
でね、やるとしてね。まあ、周りの友達、おきょんとか、みえちゃん、周りの友達、そういう、なんか、彼氏の、なんか、エピソードないの？周りの友達の。なんか、この間、あの、ちょっと、ほんとしょうもない話ですけど、なんか、二人で、こう、改札に入ろうとした時に、なんか、彼氏が、電子パスの、なんか、スマホとかに、こう、パスも入れるみたいなのあるじゃないですか。で、なんか、あれ、たまに反応しなくなる時があって、あの、電源ついてなくても、ピッてできるんですけど、たまになんか、ダブルクリックしてから、で、スマホを開いてからじゃないと使えなくなっちゃったりするんですよ。で、彼氏が、反応しなくて、隣のとこ行っても反応しなくて、反応しなくてっていうので、そう、なんていうんですか、その、ピッてできる機器を端から端まで横で移動する時は改札の端から端まで行ったのが、その待ってた時間がすごい気まずかったみたいな、なんか改札帰るかって言ってました。そういうのありますよね。なんかそういう失敗をした時に男性陣は、そのプーさんの話もそうですけど、なんか、いやちょっとなんかしちゃったよみたいなこと言ってくれると助かるなって思うんですけど。まあね、一緒になって気まずくなっちゃいけないんだね。男の方が、ね、こっちの方が気まずくなっちゃうんで。確かに確かに。そうか。あるかもね。だからそれを笑いに変えるほどうまくいかないんだよね。若い時10代の頃ね。そうですよ。そこ。そりゃそうですよ。そこを笑いに変える方が逆になんか余裕がある人みたいな。うん、大人なんだよ、それ。大人な感じしません？そしたら相手の人がもっと気使ってくれたらいいんじゃないって思うけど。何してんのみたいな。そう、それ言ってくれる。ツッコミね、いわゆる。プライド傷つけちゃうかなみたいな、ないないよ、ないよ。言ってくれた方が絶対言ってくれた方が逆側の方が言ってくれた方がいい、ああそうなん、自分は言えないじゃん、ね、そっか、自分からそういうかっこ悪いやつ、かっこ悪いって私あんま思わないんですけど、全部、今のエピソードとかも全部、かっこ悪いって思わないんですけど、俺、なんか前に、あの、自動ドアね、はい、あの、もう自動ドアが開くよりも前に行っちゃって、早いね、ギリギリで開いたけど肩バパンって入ったけど、自分の幅ミスって自分の幅ミスってババンって入っちゃったんだけど、その時やっぱりその一緒にいた人たちはすっごい気まずそうにしてた。だからその気まずそうになるんですね。気まずそうになる。私だったら絶対笑うか、なんか言いますけどね。例えばあのピッピッピッって横になったやつも、これすごくない逆にみたいな、なんか絶対喋るんですけど、インベーダーゲーム会みたいな、かっこ悪いってなるのが、お京さんが正解よ。だってもう何も言われてなかった人の方がね、俺はババンってなったけど、なんて言ったらいいかなって思っちゃうし、付き合いたてとかなんですかね、付き合いたてだから言いにくいとか、ね、そういうのあるかもね。ちょっと気使っちゃう、私いつもすぐ帰るじゃないですか、それをいつもなんか悪いなって思い始めてたんですけど、あのタクさんとかミュウちゃんが、はい、もうそこ曲がったらすぐミユキちゃんいなくなるからって言ってくれてんの分かって、私は堂々ともありがとうと思いながら、いや、まずいなくなるのおかしいんだけど、エレベーターバッと言ってくれた方が逆に、はい、ありがたいなと、さあということでお便りは以上でございます。さあ、メールの宛先をプレゼントします。お今日いっぱい交通に、ね、メールの宛先をミユちゃんよろしくお願いします。はい、皆さんからのメールをお待ちしてます。アドレスはやるもくアットマーク MBS1179.com、 やるもくアットマーク MBS1179.com、 また X でつぶやくときはハッシュタグやるもくでお願いします。メールアドレスと同じやるもくです。たくさんお待ちしています。ビビロウキです。 AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。ゲスの勘繰りトルネード。このコーナーはやるもくですっかりゲスワールドに足を踏み入れてしまった自称大女優のねじりクイーンこと鈴木ミュート、ドランクドラゴン鈴木拓のダブル鈴木が世の中にはびこるゲスいことやゲスい奴らに旋風を巻き起こします。お了解です。お了解です。すごい大風呂式だけど、ね、お願いします、うん、じゃあ、1枚目いきます。岡山市ラジオネーム美と清さん。おお、うん、知ってますか？うん、ビトタケシさんの方だった、うん、ビトタケシさんはね、ビトキヨシさんですね。そっちもいたんだと思っちゃった、うん、そう思って、おってなって。やるもくの皆さん、よりもくべよりもくべ、よりもくべ。ホテルや料理店の公式ホームページに掲載されている写真と実物があまりにも違うところは下水と思いませんか？うん、特にホテルの室内写真、あの写真はどの角度で撮ったんだと思うぐらい、その部屋に入ってあまりの狭さにびっくりすることがあります。広く写すよね。ある。皆さんはお仕事でホテルに泊まるとき、どんなお部屋なのかとあらかじめチェックすることありませんか？ある。うーん、
あるな。ない。え、ないですか。なんか嫌じゃん。なもし、ああ、狭とか思ったまま行きたくないじゃん。でも先に知っといた方がよくないですか。あ、狭いとこなんだ、今日はって。うん、思ってから。すごいね。調べるんだね。調べます。調べる、調べる。私も調べます。あ、そうなんですか。あの、一瞬ですけどね、本当に。一瞬、見て、どんな感じかなって、あ、じゃあここでいいか、みたいな。で、自分が思ったより、うわ、これじゃ無理って、狭とか思った場合どうする？変える？いや、買えないです。じゃん。買えないじゃん。買えないです。だからテンション下がっちゃわない？私はタバコが吸えるか吸えないかはチェックだし、まあね。ドアを開けた瞬間にショックを受けるか、ネットで調べた時だったら、そっちの方がまだ早い方がいい。でも、ね、でもちょっと広く見えてんのよ。わかる？ネットの写真はちょっと広く見えてる。それ本当に広く見える。多分広角レンズ。広角レンズですよね。そうですよね。あ、じゃないと映らないもん。それで狭いって思った場合、もっとおぞましいことになるよ。おぞましいって。わかる？ホテルでそんなおぞましい。だって、うん、そうだな、うん、部屋よりさ周りコンビニあんのかなとか、そう、そういうこと調べますよね、タバコがどこで吸えるのか、コンビニだな、部屋かな、部屋調べるよね、部屋の中を見ます。確かに全然違うところはあるけど、でも私あの、その部ホテルまず調べて、客室っていうんですか、を調べて、一番狭そうなシングルの部屋を見ます。もしかしたらシングルかもしれないし、なんだかわかんないけど、一番とにかく狭そうなのを見ときます。でも広めに撮ってるよ、写真は。でも、あの、入ったらダブルとかだったら、おお、広いってなるじゃないですか。シングルだったら、シングルだったら。シングルだったら、あ、やっぱりこうかってなりますよね。まあ、これ以上。ホテルで言うと、前なんか、あの、僕、民謡の番組やってるんですよ。司会をずっと10年ぐらい。で、NHK で。で、やっぱ、地方が多くて、で、やっぱ終わると、どこも閉まってるんですね、お店。日曜日なんで、いつも、収録が。でホテル夜、まあ、マネージャーと入って、もうどこもやってへんなと、もう10時か、うん、まあ、コンビニ行ってなんかぐらいしかないなっていうのでコンビニよく調べるんですけど、うんうん、でなんかコンビニ買い込んで、まあ、シャワーも浴びて、どうしようかな、あ、なんかそういえばあの製氷機っていうか氷のサービスあるじゃないですか、はいはい、ホテルね、あれって何回やろな、10回やったかな、何回やったかなと思って、うん、一応チーンって開いて、その10回やったら10回こう見てたら、はい、なんかあの普通右と左廊下って、はい、ホテルの部屋のドアじゃないですか、はい、奥の方の L 字みたいになってたんですよ、はい、突き当たりが左みたいな、うんうんうん、その奥ちょっとシーンとしてるのに、うん、11時ぐらいですよ、なんか息遣いです、変な怖い息遣い息遣いえっどっかの部屋から、そういう息遣い、なんか奥の方がなんとなく聞こえるんですよ、うん、でまたお化け系、あれってで人あんまりいないじゃ地方だったんで、うん、多分ここ一人二人しか泊まってないんちゃうかな、奥の方やな、何やろと思ったら、一番奥の L 字のとこがクリアガラスになってて、ドアが、はい、何かなパッと見たら、なんかトレーニングルームみたいなのがあって、誰かがあのよ懸垂みたいにしてて、ね、こんな時間に、あ、その息遣いか、よく見たうちのマネージャーやったっていう、ストイック、マネージャーストイック、陸上でやり投げ の, あの学生時代選手やったらしくて、トレーニングを毎日欠かさないんですって、その彼も卵好きで、むっちゃ卵食べるっていうのは後に分かったんですけど、そんなんしてるって知らないじゃないですか、ぬかりがすぎ、すっごい夜遅くにお化けかと思ったね、ね、むっちゃびっくりしましたよ、びっくりする、いや、そうですよ、だって俺イメージでは、うん、あのリーダーについてたすげえおじいちゃんのマネージャーがそれやってんのかな違う違う、その人じゃないじゃんいますね、いつもいらっしゃる、あ、僕ら年下でおきょんぐらいの年のマネージャーかな、そうなんですね、現場マネージャーはね、若い若い、そう、すごいびっくりしたというか、ホテルで、ホテルって聞くとお化けの話イメージするから、またお化けかと思って、いや、先生、先生、僕もお化けかと思ったマネージャーだったという、懸垂だってそんな夜中11時とか12時近くに懸垂なんかしてると思わないじゃないですか、ないないないすごい、みんな寝てるやろ、ストイックな、ストイックなのか、なんなんですかね、すごい、マネージャーさんの頑張りを称えて、よりもくべ感とチェックいたします、なんだよ急に来るようになったな、うん、でじゃあ続いて、堺市ラジオネーム黄色いリボンさん、よりもくの皆さん、よりもくべ、よりもくべ、最近の食レポを見ていて下水と思うワードがあります、うんうん、それは、塩味のことを塩味と表現する人が増えていませんか、うん、そうなの、塩味でいいと思いませんか、いい、音読みだとかっこいいのでしょうね、
聞いていてどうもしっくりこないので食レポの時は塩味と表現してほしいです。細か細かいな。でも塩全然塩味って言っちゃうな。確かに言っちゃいますよね。塩味が言います。余裕で言うわね。塩味ってね、塩味ってさ醤油系の味のつけたものでも言う。てか逆に塩味って言うんですか本当は。塩味が効いてるって言うのかな。なんか塩味って言ったことない。塩味が濃いやつ、ね、塩のものじゃない、ね、例えば塩味って どの食べ物に塩味が効いてるって言ってる。塩味ないものの方が少なくね。塩味はもう塩味がちょっとしょっぱいなと思った。あ 塩味が効いてますねラーメンとかラーメンでも、塩味が効いてるっていうの。チャーハンめっちゃ言うんですけど、しょっぱいなんてあんま言わないじゃない。なこのしょっぱさは結構しょっぱいですねとかね。なんかしょっぱいっていうてい 悪い時に使ってんだ。塩味か。意外と塩味があって美味しいですねみたいな。ちゃんとしたお店なんじゃないですか。僕らロケの時は、うわ塩効いてるなええなーとか、あ塩系とか、うん、あまんま海の、うん、塩がちょうどええ塩梅やなーとかロケやと言ってますけど。えだけど塩味って逆に不自然じゃないですか。そうなのよ、うん、塩味が塩だけじゃないじゃない。はい、しょっぱい味醤油とか、そう、そういうその時も塩味が効いてるねってなかなか言いづらくないですか。塩味だったらいいんですけどね。しょっぱいっていういい言い方ってことですか。あそうですそうです。しょっぱいって言いたいってこと。しょっぱいとしょっぱいだとなんかちょっと塩味が効きすぎてる感じに聞こえちゃうね。ちょうどいいしょっぱいの時に、あ塩味効いてていいですねって。そうそう、意外と結構塩味効いてんですねこれみたいな。ちょうどいいしょっぱさってことね。表現、いや俺も食レポ苦手なんで。あそうですか。もうだからもううまいが言わないです俺。じゃあ塩味も塩味もあんまり言わないですか。あ言わないかも。しょっぱいなと思ってももう言わないし、うまいとまずいの間にあの普通ってあるじゃない、はい、自分の好みで言うとね、うんはい、もうその普通ももう俺うまいにまあまあまあそれはそうね、繰り上げて、はい、言うって決めてるからもう、はい、仕事は、はい、そう。じゃあしょっぱくて美味しいなっていう時はもううまいってことですか。そう結局自分のそのそこに入ってそのゾーンに入ってたらうまいっていう、はい、じゃあ例えば結構しょっぱいなって思ったらどう思いますかそのしょっぱさがめっちゃ美味しい。あしょっぱさがちょっと売りのような状況をっていう情報掴んでたらそれはっきり言っちゃう俺逆に。はあこのしょっぱさですね。いいやつはマスターみたいな感じで。じゃあもう絶対塩味って言わない。じゃあ語りかけるんですね。そうあのマスターに、ま。自分の中でこう言ってから終わりで言うんじゃなく。そうね。それが売りだった場合ね。まああとはこれはお酒行きたくなりますねとか。そうですね。ね日本酒と一緒に行きたいですね。あと俺もなんてあの甘さ控えめですねみたいな。デザートの感想よくあるんだけど、うん、俺甘さ控えめって褒め言葉かなっていつもあれこそだったら甘味食べないよ。そうなんだよね、甘いもん食いたいんだけどなみたいな時々思っちゃうんだよな俺。多分甘ったるい大人の甘さでいいですねとか言いますけど、ね、大人の甘さ、うん、何それ多分甘ったるいやつだと女子が嫌うから、うん、甘さ控えめでいい感じに美味しいですって言うと、うん、女子も食いつくって感じなんですか、はい。あと健康志向だからでしょみんな最近、ね、そうそうそう砂糖を控えめで、はい、ありがたいわみたいな。甘すぎず甘いの食べに来てんだよ。そこ難しいよ ね、うん、ちょっと感覚変わってきてるみんな。でもなかなかねそうも嘘もつきたくないじゃない。そう、うん、そこなのよ。まあ俺まずいやつも全部うまいって言いますけど、嘘ついてるじゃない嘘信用できないじゃないほら言えないじゃん全部言うけど食レポの仕事異常に多いです僕は。でもなんか本当に全部の細かい味を一個一個言っていかなきゃいけないんですよ。うんうん、そうなるとその塩味のやつも、うん、塩味ってなかなか言いづらいから、うん、しょっぱいって言いづらいしね。はい、わあちょっと塩効きすぎてんなと思っても、はい、あ塩味が効いてますね。はい、いいなんか気取ってるように感じるよ。うん、確かにかしこまってる感じになりますね。なかなか塩味の表現難しいよね。難しい、ね。はい、塩味の塩味なんていう塩味？うん、しょっからい？うーんしょっぺー塩辛い、うん、わかんないちょっとしょっぺーっていうか。いやかあとは季節夏だったら、はい、あちょうど夏は汗かくんでちょうどいいですわこれぐらい塩効いてる方が。あとか塩が効いてるはいいですね、うん、とか言いますけどね。うんそうなの。難しいな食レポ。いや難しいですよ。ゴリゴリ塩味だったやっぱり、まあ、だからいっちゃいますよね。よく俺は渡部さんに教えてもらったんですけど、うん、その味の順番まず何が香ってきたのが先だったら香ってきた、うん、でその後甘みが来た、うん、で苦みが来て最後に
爽やかに亡くなったっていう順番を言えば、うんうん、その人が本当に感じてることだから、うん、別に褒める必要もないと、うんうん、本当のことを言えと、本当のことを言うだけでいいよって言われて、あ、じゃあもう順番を、だから飯食ってる時、毎回食レポの練習する時はもう順番だけ毎回反復して覚えて、うん、でそれで言うようにはしてますけどね。だからあの、お酒のテイスティングと一緒なんですよ。ああ、はい、うん、ノージングって香りから、はい、まず色から入るんですけど、はい、あの香る前に色をこうグラスこう、ああ琥珀色のなんとかとか、ワインも、はい、ワインもよく言うじゃないですか、それと一緒ですね、喉越しとか。そうなんですね、うん、そうそうそう、なんかさ、ドーナツとかさ、食べ物をさ、まず食べる前に嗅ぐ人っているじゃん、うん、ああいうの私下品だと思っちゃうんだけど、うん、それはそうね、うん、でもだからワインの場合はそれでしょ、うん、食べ物は嗅いでもいいってことなんですか。いや違う違う、食べて口の中の香りとか、あ、口の中からの香り、そう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 、最後鼻に抜けるとか、うん、そういう順番を言ってあげれば、うん、みんながそれやってることだから、うん、あの見てる人がすごく想像しやすいよっていうのは言われて、うん、あ、食レポそうするんだと思ってそれを言ってる、うん、それずっと言ってたら、お前毎回鼻に抜けるなっつって鼻通りいいんだね、決まっちゃったんだ、もうパターンだね、詰まってないかね、ずっと聞いてるから、はい、でもなんかこう感じたことを順番通りにやっていける、まあね、試してみる、うん、嫌いなものはさ、もう言っとく、嫌いなものはもう言っとかないと出されちゃった時困る、まあ、無理して食べない、うんうん、うちの相方が牡蠣嫌いなので今回は牡蠣尽くしです困りますもんね、それ嫌いもね、アレルギーとかあるしね、あとさ、俺前もあったんだけどね、うん、なんかどら焼きをなんか食べる、はい、あったのね、グルメね、今日ドラ、今日です、で俺からすると、うん、いや、どら焼きの味みんな知ってるじゃんと思ってるわけよ、はい、食べる、うん、そうそう、食べてなくてもみんな見てる人、ね、で、大木さんどういう味ですかって言うからいや、あのみんなが知ってるどら焼きですよって言ったのね、現場で、はい、いや、なんかもうちょっとどういう味かを細かく言ってほしいみたいな、はい、いや、そのどら焼きとかみんなが知ってる味を細かく説明するほど視聴者はバカじゃないじゃん、はい、うん、食べたことあるんだからみんな、そうそう、ね、確かにどら焼き割とどこのどら焼きも毎回そうなのよ、みんな美味しいんでどうせ、はい、どうしたんですかそれ、いや、それで、いや、美味しい、普通の、普通の美味しいどら焼きですよっていうのをお店の人いたらちょっと嫌な感じじゃない、はい、確かにね、いや、そうだ、褒めてるつもりだけど、はい、でも本当に普通の美味しいやつなのよ、子供の頃から食べてる、いい意味で、はい、そう、だからそれ以上でもないからさ、これなんて言えばそう、そのロケ終わんのかなみたいな、俺はもう分かんなくなっちゃってさ、どら焼きだから言うんじゃないですか、なんかあんこの、うん、鼻に抜ける、鼻に抜けるやっぱあんこが鼻に抜けすぎですちょっとあんこの香りやっぱ強いですし、それなんか老舗のお店やったんですか。そうです。ああ、ね、結局どうしたんですか今日それ。いや、もう本当に美味しいですねみたいな、はい、ちょっと声張り目で美味しいですねって言って、はい、なんかなんとなくそこにいるお店の人も撮影クルーも、あ、大木のコメント今終わったのかなっていう空気を出して強引に終わらせました。なんかさ、もうトリュフとかさ、ちょっとさ、お店側が頑張ってくれてたらさ、そこいじれるけど、普通のね、そういう難しいながらのさ、食べた時のみんな知ってるじゃんって思っちゃう。いや、だからもうそういう時はもう僕はもう、あ、確かにそういう時あるんですよ。あります。いや、でもやっぱずっとここでやってね、地元の人に愛されてる、はい、でも分かりますわこれ。そっちに行くんですよ、ね、そっち行くっていうかね、店たたずまいとか、お寿司、何代目ですか、やっぱずっと守ってんですねこの味をとか。じゃあリア、味をお願いします。味はほんまに普通の皆さん知ってるどら焼きですよ。それ俺ですよ、ね、でもそれを保つっていうのがすごいですよねご主人。それずるくない。いや、でもやっぱり普通って大事なんですよね。そう、代替わりするとやっぱ味落ちたらあそこ持つ次の2代目あかんよって言われるから俺だから、ね、やっぱスタンダードものって結構ややこしいのよ、ね、意外とややこしいのよ。大変ですよ、大変ですね。スタンダードだとスタンダードじゃないと思って、うん、あ、これやっぱ生姜が効いてますねって言ったんです、うん、生姜入ってませんって。これ言ったかな、日高屋さんって中華屋さんの、はいはい、チェーン店のあ、はい、あそこを取材したんですよ、はい、あそこの社長、はい、で、どっかの都内の日高屋さんの店舗で、はい、そこで出てきたラーメン食べて、はい、社長が目の前座ってて、はい、じゃあいただきます、あ、すいませんって言った、初めて、どうします、あ、ラーメンちょっと食べて、ああ、美味しいですね。え、そう？
普通だろって社長が普通逆にこの値段だから普通だろって普通だろいやそれかっこいいですね社長ねいやだって、はい、だってこの値段でそんなねむちゃくちゃうまいもんって出せないけど、うん、まあこの値段にしたら普通の味出せてると思うんだけどなって。うわ、うん、そういう社長で。逆に、うん、いや、僕も普通だと思うんですけど、でも、この値段やっと言えます、ね。今はすごくありがたいですよ、うん、って、うん、話したんですけど。あんたのために言ってんのに。あんたのために言ってんのよ、と思うけど。普通だろうって。普通、すごい、確かに。確かに、難しすぎる。普通を褒めるのはいいかもしれないですね。ね。うん。で、さっきのメールに来たような、ちょっと通っぽい単語使っちゃうと嫌がる人が出ちゃうってことでしょ。そうそうそう。塩味って通っぽいんですね、逆に。塩味ってプライベートで言う、うん、言わないのですよね。いや、プライベートでは言わないけど、まあ、いや、お京さん、言って私言うんですよね。そのかき氷とかどうだったみたいな、うん。え、意外とめっちゃ塩味強かったよ、みたいな。あ、そういう感じなんだ。じゃあ甘じょっぱ系なんだね、みたいな。そうそうそう、みたいな。使うんです。全然使ってたからなんか恥ずかしいんですけど。え、これカッコつけてるんですか。あんま聞いたことないです。プライベートで言ってたらカッコつけてないのか。プライベートで言ってたらカッコつけてない。あ、そうなんだ。俺はテレビの時だけ塩味って言うから。あ、カッコつける。エセなんで。塩味ね。俺はもう絶対テレビの時は塩味。普段は普段はなんて言うの？しょっぱい。エセ塩味芸人。まずもうやめよう。ユニモクメカードをプレゼントします。はい、はいはい、このコーナーでは皆さんからの下水やつらや下水ことのタレコミを募集いたします。宛先はやるもくアットマーク mbs1179.com やるもくアットマーク mbs1179.com ゲスの勘繰りトルネードのコーナーまでたくさんお待ちしています。ここで一曲お聴きください。フィル・コリンズで You Can't Hurry Love。 鈴木美優です。 AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。矢野奥サミット。アイドルからお笑い芸人、そして超一流ねじり女優まで、さまざまなジャンル、年齢の違うメンバーが集まったこの番組。そんな世代、ジャンルの違うメンバーが討論し、全員が納得する答えを導くこのコーナー。さあ、皆さん今夜も熱い思いを戦わせてください。はい。なんかねじり女優だけ、はい、ねじり女優ちゃんと返事したね。いや、ちゃんと返事していきましょう。はい、今夜も皆さんにある質問をいたします、はい、自分の思考だけではなくメンバー全員のことを考えて回答してください、はい、皆さんの回答主張を踏まえて最終的に今夜進行役私斉藤京子が皆さんの回答主張を踏まえてはい決めたいと思います。はい、はい、それでは今夜の討論テーマ発表の前にメールをご紹介いたします。お願いします、はい、船橋市ラジオネームおめでとうと言わない男さんからです。言ってほしいよ、言うべき。いやでもこれってあれですかね、卒業おめでとう、ね、そういうこと、あ、そういうことか、卒業って書いてよ。おめでとうだけど、はい、やるもくの皆さん、よりもくべ、やるもくべ、かき氷好きのおきょんに決めてもらいたいことがあります。もはやスイーツではなく食事感覚でかき氷を食べるおきょんがどんなかき氷を食べたいのか気になります。ということで、これまでの固定概念を取っ払ってかき氷に何をかけたら食べたらちょうどいいかを考えてください。ということで、今夜のやるもくサミットのテーマはこちら。新しいタイプのかき氷、何をかけたらちょうどええ。はい、新しいタイプ。さあ、皆さんが納得するちょうどええ答えを考えてください。レッツシンキング。すっごい食べて、だってさ、すっごいいろいろさ、変わり種食べてるよ。そう、お京さんすごい、これは変わってたなっていうのは1個だけちょうだいよ。かぶっちゃったら恥ずかしいから。アボカドとか、アボカド、そういうかけました。あとなんだろうな、かけるもの、かけるもの、鴨肉が乗ってるのとか、はい、美味しいんですよ、本当に美味しくて。あと、イクラとサーモンが乗ってたり。言われない方が良くない。あ、そうですね。でも、そこまで変わってるのを求めてないです。全然変わってるよ、全然そこまで変わってるのを求めてないです。普通に、まあまあね、ブルーハワイとかじゃないよっていう。ブルーハワイ初めての時驚いたけどな、練乳とかうまいのにな。あれはもう、ね、元祖かき氷のやつですからね。今ふわふわなので、かき氷が、そっか、氷がもう柔らかいんだね、今ね。はい、皆さん大丈夫ですか？かけましたかね？かけました！はい、じゃあ大丈夫ですか？では、タクさんからお願いします。なんで俺はね、ちょっと悩んだ、2つ悩んだんですけど、うん、こっちにしました。はい、ギリギリで、はい、カレー、あったかいやつをかけるの？あったかい、や、あったかいのかけたら終わっちゃいますよね。終わっちゃうから、冷たくてもいいような、要はスープカレーみたいのもあるじゃないですか。なるほど。だから、その液体状になっても、うんうん、まあ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 、
米として扱うってこと。でも実は見たことはあります。食べたことはないんですけど。あるの？だからカレーでまずかった試しないので。カレーのかき氷って画像出たりするんですかね？ネットで調べたら。あるのかな？なんかお腹が熱い冷たいでおかしくなりそう。もうだから上にかけるのは熱くなくてもいいのよ。あ、もしあこれが既存でもしあったら、はいはい、今日メガネなしで帰る。勝手に帰りなさいよ帰り方まで。はい、じゃあ続いて。オールチンジとかもあったらドボンですから。あったらドボンですから。はい、かな。いや、ドボンじゃねえ。そんなの急に作るのやめてくれる。ドボンね。はい、続いて、じゃあリーダーお願いします。これはね、ちょっと、これはないと思うな。これをかけます。生卵。ホイップじゃない。ホイップしてどういうことですか。ホイップ。生卵メレンゲ。あの白身をホイップしたメレンゲとかあるじゃない。じゃなくて メレンゲって意味ですか。じゃなくて黄身も、はい、白身と黄身両方。新しい TKG の形のあれですよ。ブワーっと確かに白いですよね。白身だけだとコクがないから。卵が乗ってるのは見たことあるんですよ。だけどホイップしてブワーっとそこにちょっとあのなるほど糖分を入れて、はい、あ、甘いにするんですか。ちょっと甘めにしないとやっぱりそれいいね、ちょっとマイルドな感じしない、はい、食べたいな。食べたいとか入れずに、はいはいはい、生卵グワーッとわー、はい、いやリーダーすごいです。そこにちょっと糖分をちゃんと入れないと。やっぱりで君はそのまま君をポトンと。いやいや落とさない。白身も君もホイップして。あ全部混ぜて。いややったことないけどどこまで、はい、白身がねあれだけふわーってメレンゲになるでしょ。はい、君入れて一回やってみたいなと思ってて。砂糖入れてどこまでできるかなと思うんだけど。すごい。すごい。ちょっと試してみたいな。なるほど。いい。はいはいはい。わかりました。結構なんかありそうでびっくりしてます。じゃあ続いてみゆちゃんお願いします。はい。私はガパオライス。急に来たね。ガパオライス来たね。なんかこう、ガパオライス。ご飯をのせる。ご飯ライス。ガパオライスの、あ、なんていうんですか、上の部分。ガパオね。ガパオの部分。結構味濃いじゃないですか。いいかも。いいかも。で、ご飯が進むから、それを氷に変えてもさっぱりして美味しいんじゃないですか。じゃあガパオじゃん。ガパオです。ガパオですね。ガパオライスのガパオ部分。ガパオ氷ね。ガパオ氷で、ゴーラー界で超人気出そうです。うん、おえいいなんか今、ゴーラー界。肉味噌と生卵が乗ってるのが、ゴーラー界でも今。何ゴーラー界。あ、かきゴーラーのことを、プロゴーラーって言ってて。ゴーラーかき氷めっちゃ食べる人のこと。ゴーラーって、僕、箱根のなんかゴーラーって。ゴーラー温泉地じゃないんですよ、リーダー。ゴーラーって言ってんのそれなかなか食べれないって。それでね、ガパオあんのいや、ガパオは見たことないんですけど、肉味噌に卵が乗ってるやつがなんか食べれない。なかなかかき氷で、はい、人気なんですか。チーズとか乗ったりしてるけど、ね、ガパオいいよいいよいいとこじゃ美味しいですよ。いやガパオ面白いです。ゴーラーで嬉しい。ガパオ面白いです。何ガパオ出ちゃったね。邪道かなと思ったんですけど。筋肉系がいいんだ。 いいんじゃない。すごい好感触じゃない。ちょっと本出そう。はい、いやいいです、うん、かき氷屋さん絶対今回聞いた方がいいかもです。いいです。いただきました。米もいいんじゃないかな。はい、じゃあ大木さんお願いします。なんで私じゃないの。はい、1枚書き終わったのに、はい、男は黙って鰹節。あーあー、これ俺は意外といけちゃうんじゃないか。醤油かけるシンプルにいけちゃうんじゃないかと。醤油はえ待っていいかも、うん、面白いな。梅とか入れない。いや、鰹節だ。お醤油ミルクベースとかにして。うん、ちょっと醤油欲しいかもね。はい。鰹節も、例えばソーダ節。うん、それ、マジでうまそう。これうまいですよ、ね。これいけると思う。基本的に、ね、基本的にかき氷ってミルクベースなんですよ。うん、それが、お醤油ミルクベースっていうのがいっぱいあるんですね。お醤油ミルク、え、それめっちゃ冷や汁じゃないけど、味噌が入ってる。冷や汁いい、冷や汁いい。そんな感じですよね。だからお出汁っぽい感じ。あ、じゃあごま、あ、冷や汁いい。冷や汁にして冷や汁って書き直してほしい。みんなすごい。鰹節って書いたからいい。みんなすごいよ。結構真剣考えてるでしょ。真剣、真剣。あの、本当に、だって、店出すからにはこれぐらい考えるよね。うん、いや、ありがたい、もう。ありがたいって何ですか。ありがたいです。じゃあ最後、みゆきさんお願いします。はい、私は、もう究極、究極ですよ。うん。塩。あ、究極。塩だけ？あの、こだわります。とにかくこだわります。え、どこの氷もこだわりますし、塩もこだわります。岩塩ですか？きたね。なんか、どまんのか分かんない。普通は塩です。あのね、シロップかけないで食べたい人いるから。そう。あの、もう、ゴーラーはもう、あの、素氷って言って、普通だったらミルクベースとかなんですけど、もう何にもかかってない素氷がもはや好きみたいなのもあるんですけど、素氷。でもやっぱり、なんかやっぱこう、ごちゃごちゃしてた方が、やっぱ食いつきはするので、う
で、まあ、塩こだわります。こだわります、めっちゃこだわります。で氷にもこだわるけど、もちろんこだわりますけど、うん、塩こだわります。これおきょんおきょん、これ生卵ホイップとあるけど、あのスフレオムライスってあるでしょ。はいはいはい、ふわーっとした、うん、あれの下が要はかき氷みたいな。うわーちょっと待って、こだわります。リーダー勝とうとしてますね。希少価値ありのこの本当にキョンさん、俺変えてコーンスープにする。あ、これ何コーンスープはすごいあるんです。ある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 あです。たくさんもう、はい、塩全部胡椒もありでもいいです。ブラックペッパーでも、あの塩胡椒でもいいです。みんなこだわります。タバスコとかあんのかな。タバスコですか。辛いの、見たことないです、ね、これじゃピザとかも思ったの、ね、先生俺ピザも思ったの、ね、冷めたピザ発見。ピザものすごい辛いタバスコとかあるじゃないですか。チーズをかけちゃいますよ。ピザ面白いです ね先生どうですかピザ。俺ピザにします。たくさんピザにしましょう、はい、何ピザ、何ピザそれ。まあ、一応マルゲリータだからトマトベース、トマトでチーズですか、はい、はい、私胡椒入ってた方がいいですか。胡椒は入った方がいい。あ、じゃあ塩胡椒にしましょう。はい、胡椒。そのピザの生地も乗ってるってことですか。ピザの生地もまあ一応オキョン、オキョン、この生卵を放し飼いの鶏の生卵を、はい、こだわりの卵じゃないですか。ずるいですって。いやちょっと皆さん本当ありがとうございます。すごく私にとってとても嬉しかったです。皆さんの意見を参考に、私斉藤京子の心に刺さったちょうどや答えを決定いたします。新しいタイプのかき氷、何をかけたらちょうどええ、生卵。もうガパオなんかもなかったね。ガパオ結構これは正直全員良かったです。良かったけど、絶対生卵来るなって自信はありました。生美味しいでしょうか。これのねオムライスがむちゃくちゃ美味しいのよ。それは、まあ、もちろん火通してんだけど、はい、そっちの方は氷をおろそかにしてます皆さん。氷を食べるっていう意味は本当に私です。いや独断と偏見で決めてますから。でも本当に変な答えがマジでなくて、ちゃんとみんなかき氷屋さん開ける人でした。生卵のかき氷ってあるんすかね。あります。なんか生卵みたいなのが乗ってるんですよね。あんの、リーダーが言ってるのはないかもしれないんですけど、ざっくりそういうのが乗ってるっていうのはあって、めっちゃ食べたいんですよ。でも王道の甘い方に行ったね。僕はね、そうですね、結構甘い、うん、食べたことなくて、ただピザも面白いなって思いました。うわ、楽しんでます。いや、こんなにポジションなんか考えてとても嬉しかったです。はい、このコーナーではやるもくメンバーに決めてもらいたいちょうどいい答え、お題を、お題を募集いたします。採用された方にはやるもくべカードをプレゼントいたします。宛先はやるもくアットマーク mbs1179.com までお願いします。以上、やるもくサミットのコーナーでした。城島茂です。 AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。さあ、ということで、はい、今日はちょっとかき氷のね、はい、嬉しかった。なんといかない。結構みんな真剣に考えました。考えましたよ。考えた。しかも私、どこに行ってもかき氷の話しても絶対盛り上がらないんですよ。もうこれは言ってて、かき氷の話ってどんなにしても盛り上がりませんっていろんなところで言ってるんですけど、はい、趣味はって聞かれるから言うけど、はい、でもこんなに盛り上がったの初めて、だって面白いじゃない。面白い。嬉しいわ。だって、そんなアボカドとかっていう風に盛り上がるよ。嬉、はい、しい。氷を見てほしい。すごい、本当に嬉しそう。今でも氷屋さん少なくなりましたからね。うん、そう、本当に氷屋さん、あの、ね、本当のあの山奥の方の氷屋さんですよね。もう含めて。かき氷屋さんじゃなくて氷屋さん。氷卸してる方の。見たことないかもしれない。もうなんかなかなか少なくなってますけどもね。あ、そういえば、来週、はい、おきょんがちょっとね、都合でお休みということで。はい、おきょんとみゆちゃんが。私は休むなんて言ってないです。なんか休むの、来週も来るの、こさせてくれ、来ますよ。たまには休めさん来ないのに。なんでお京さん来ないの、来るの、休めのムーブやめてください。日向坂の他のメンバーが、あ、そうかそうかね、申し訳ないんですけど、来週来ての楽しみ、お便りで送ってくださいってありましたね。2人呼んで、はい、みんな来ないって。なんでなんですか。なんでなんですか、本当に。全然来れます。申し訳ないんですけど。はい、来るのか。あ、本当。集団いじめですって。よくないです、あ、そっか。はい、じゃあ行きましょう。たくさんだけだよ、言ってんの。たくさんだけです。あの人で一番初め。はい、じゃあ参りましょう。それではラストはこのコーナー。鈴木美優のキャッチフレーズを考えようのコーナー。もうやうずくでしょ。
はい。はい、はいじゃないですよ、リーダーも。リーダーはちょっとね、もう下方面に来てしょうがないよ、リーダーですよ。バレましたリーダー、毎回入ってんじゃん。リーダーが停止してるんですか、坊やの後。坊やなの、先週は、遠くの方で、はい。そうなんですよ。言ってんだよ。遠くの坊やが。もう、坊やのリアクションを必ずしてるんですよ。そうだったんですか、知らなかったです。リーダーに聞こえてないように。うずいてたんだ。うずいてたの、リーダーは。うずいてたの、うずいてます、うずいてます。でも確かにうずいてる。気づかなかった。皆さんからいただいたキャッチフレーズをご紹介します。一番ピンときたキャッチフレーズをみゆきちゃんに選んでいただき、本日のエンディング、はい、次回のオープニングに、はい、みゆちゃんに使っていただこうと思います。はいはいはい、なお、見事選ばれた方にはよりも含めカードをプレゼントしたいと思います。なんだあいつの、はいはいはい。あやついる。番組の前に打ち合わせないことしてるついる。はい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 。もうディレクターの話全然聞かない。はい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 。OK です。はい、OK です。昔の渡部さんです。さあ、それでは言いそうだな、渡部さんって、はい、昔、今は変わったらしいです。あ、まあまあ、いろいろあって、昔は確かに、はいはいはい、はい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 、終わらそうとして罰せすればいいんですよ、中でね。もうちゃんとリサーチしてますからね。やめてください。はいはいはい、それではいきましょう。こちらラジオネーム無職じゃなくて、アンチェイン、アンチェインっていうの、アンチェイン、うん、今ね、占いは信じますが、うん、催眠術は信じません。鈴木美優です。そこの線引きは何なんですか。うん、まあ、なん、あ、一緒だと思ってんの、催眠術。いやいやいや、そんな、私もう占いとか全く信じないタイプです。え？催眠術もですか。催眠術とかも全く。おい、意外。占いとかも信じそうな。そうね、一番信じそうな。何を信じてんの。え、もう自分の気持ちで変わると思ってる。自分の気持ちを信じてる。いいことだ、いいことだ。いいね、もう。やってたじゃん、 MBTI。 そうそう、あれは占いじゃないんですもん、性格診断なんで。占い師さんに占われる占いとか全く超信じそうなのにね。一番信じそう、ね、もう周りの子たちが話しててももうへえーって思います。意外、壺とか買いそうだけど、まあ、自分の気持ち次第です。意外と信念強いんだな。強い、意外と、意外ねえ、意外です。なんか逆にそんなはっきり言われたらダセーと思っちゃった。信じないのもダサい。難しいな。はっきり言うのもダセーと思って。堺市ラジオネーム胸ポケットにティッシュさん、うん、カフェに行ったらシュガーシロップを10個は持って帰ります。鈴木美優です。ありますよね、あの、うん、コンビニとかの横にあるお箸、そうそうそう、あの割り箸いっぱい持って帰っちゃうみたいな、うんうん、そう、持って帰れるやつ。もう全部、あ、でも結構あの一杯に3個ぐらいは入れますね。へえじゃないんだよ。誰かが持ってください。へえじゃないんだよ。誰かしら。まあ、次行きましょう。俺はもう占い信じないってはっきり言っちゃってるの。そうそう、逆に、はい、そこですか。さあ、大津市ラジオネームなめたけ46。ここが私のアナザースカイ、ヤルモクです。鈴木美優です。おー、うん、アナザースカイです。違うな、本当に違うな、本当に本当に違うんだな、本当に、はい、ね、じゃあ行きましょう。三重県ラジオネーム大塩平八郎のお味噌汁、うん、大木さん、今度サッシで焼肉行きましょう。鈴木美優です。あ、連れてってください。あ、もうね、ただで食えるもんね。だめ、サッシは危険、サッシは危険です。叙々苑で、ほらほらほら、危険、ほら危険、ね、ひどい。俺占い信じるから。俺は、俺占い信じる。そうです、俺は、はい、信じないやつが達成なんだ。赤獅子信じないのが。ラジオネームフェリーで1時間、うん、これ眉間にシワって読むんですか。股間にシワだと思ってました。鈴木美優です。急に何ですか。うん、さあ、じゃあ、はい、決めたというか、ね、渡しました。これでいいですかね。はい、じゃあエンディング参りましょう、はい、それでは今週もお時間です。お相手は時を城島茂とビビる大木と鈴木拓人、鳥居美幸と宮田香46斉藤京子と、これ眉間にシワって読むんですか、股間にシワだと思ってました、鈴木美優でした。それではまた来週。さようなら。さようなら。急にシワにた。